熊本隆太は、特テレビ熊本のアナウンサー。熊本市出身。血液型は、大型。元ラジオパーソナリティ。1997年、高校在学中に、RKK 学園、アナウンス講座を受講し、17歳で、ラジオパーソナリティとしてデビュー。ヒュー名義で、RKK 熊本放送や FM、八代等のラジオ番組パーソナリティを務めた。 2007年9月いっぱいでタレント活動を終了。担当していた番組を特若人ランドを除きすべて降板した。2007年10月より本名名義で特報道制作部の記者として再出発。ニュースの取材やリポートを担当している。また、タレント時代から担当している若人ランドの番組 MC は特の記者となってからも、 出演可能であったこともあり、引き続き務め、2008年3月22日放送分を持って番組を卒業した。2010年4月に記者から転身取得のアナウンサーとなる。2011年3月11日、東京出張で羽田空港に到着した際に、東日本大震災へ遭遇。余震の続く中で、フジテレビ報道局へ向かい、その後は、 FNN 取材団の一員として、宮城県内の被災地の山状を取材、報告、以後少なくとも2019年まで、毎年3月頃に、宮城県に出向いており、特のブログで、その詳細を明らかにしている。2016年4月14日、熊本で、熊本地震に会い、現地からリポートを行った。共済課で、三人姉妹の父親である。趣味は、読書。 音楽鑑賞、ミニカー収集等。ちなみに、特のオフィスの彼の机の周辺には、週末や休日に、小連れで出勤する同僚たちのために、ミニカーが常備されているという。メカを好んでおり、次局の取材用車両などを含め、ブログでもたびたび登場させている。タレント時代は、熊本県八代市を拠点としていた。喫煙者で、かつては、ヘビースモーカーであった。 FM 八代 RKK 熊本放送 HMC 名義かつての芸名にちなむ公式プロフィールによれば未だに報道センター内で同僚からそう呼ばれているという主に警察、自衛隊、消防等を担当 FNN 広域即応部隊の一員であるこの時の縁で宮城、石巻で出会った被災農家からその農家が 米の生産を再開した2013年頃以降、毎年熊本に新米が送られてくるという、大人がいで子供を圧倒するミニカー収集とのこと。たびたび特のブログにてミニカーの話題を上げている。同僚で先輩アナウンサーの常松里美の次男も熊本からミニカーをもらったことがあり、常松がブログで話題にしたことがある。不定期にブログにて、 働く車シリーズを展開している。次女の入児期の大病をきっかけに一度禁煙している。クラブサンデーストリートの内報番組2007年9月まで DJ 鉄と共に番組パーソナリティを務めた。同年10月以降は DJ 鉄が引き続きこの番組を担当していたが2008年3月末で終了。番組自体はその後も継続したが ディレクター福島健一の人事異動に伴い2009年3月終了。タレント活動終了に伴い2007年9月末で終了。RKK ラジオの番組、クラブサンデーストリート初の音楽ユニット。H イコールヒュー、M イコールマスコット、C イコールクージーの3人によるユニットであったヒューは、ボーカルを担当。ありがとうございます。